皆さんどうもこんにちは。今回はね、先日クリアしましたラストバース2、これの話をねちょっとしようと思います。本当にねちょっと前にクリアして発売日に買ったんだけど、で何の情報も入れなかったのよ。もうあえてもう入れたくないから楽しみにしてたから、で終わった終わったと思って、でちょっと調べようかなと、どんな感じだったんだろう周りの反応はって思ったら、すごいね燃えてた、燃えてたバーニングしてたよみんな。こんな荒れてんのって最初にラストバス2ってこう打ったのよ、検索のとこにね。ほなあれが出てくるじゃん、その検索予告みたいなやつ、バッと下に炎上ってあったの。えと思って、え、なんか炎上してんの、まあ、ノーティードッグってなんかいろいろ言われてたじゃん、スタッフが辞めてるとかブラックだとかなんか悪い方向でいろいろ言われて、まあ実際そうなんだろうなと思ってたから、そのことかなと思ったら全然違ったね。もうこのゲームがもうすごい燃えてた。え、なんでこんな燃えてんのと思ってちょこっと見たら、もう本当にね身内殺されたのかっていうぐらい怒ってる人がいっぱいいたね。すごかった。もうそれだけやっぱりみんな熱心だったんだねこのゲームに。すごい、そんな怒る、俺ゲームにそんな怒ったことないけど、まあ人生注いでたんだと思うそのプレイヤーは、うん、そこはね、まあ、こう温かく見てあげようかなと思いました。ただね俺ね、まあ、このゲームに関して俺もね一個ねすっげえムカついたことがあったの。このゲームに関してというか、このゲームにまつわるこのゲームを囲む環境についてすっげえムカつくことがあったの。腹立ってこれの話をするがために俺は今喋ってる、久しぶりに。特に喋りたいこともないけど喋ってる。6月19日よ、このゲーム発売日6月19日俺予約してたから、その日はねもう早めに切り上げて楽しみにしてたからね、家に帰ったわけよ。そしたら届いてたよね、郵便ポストにラスアス2が。よしよしよしと、もうウキウキで帰ってたよ。スキップなんかしながらさ、近所のおばはんとかにも、あどうもこんにちはみたいないい感じの挨拶もかましてたわけよ。そんな感じでウキウキで帰ってたんだけど、ちょっと今膝ぶつけた、ごめん。ほんで帰って、まあでもその楽しみにしてたけど、やっぱこの手のゲームとか、まあ、映画とかもそうだけどさ、俺万全の状態でしたいわけよ。なんか焦りながらとか無理やり時間を作って何かの合間にとかしたくないのよ。万弱なコンディションでしたいわけだから、もう、まあ、帰って家のことやって飯食って、まあ、シャワー風呂も入って、でちょっとネットサーフィンなんかして、まあ、寝る前に2時間ぐらいやろうかなって感じよ。でネットサーフィンしてたら YouTube 開いたのよパッと。そしたらさ、 YouTube のトップ画面一面がもうラスアス2の動画ばっかりやってブワー出てきて、それもなんか腹立ってんけど、その内容がネタバレの内容やってん。多分プレイ動画を上げとったんやけど、そのドアホアもうサムネとタイトルにそのストーリーの、その動画のストーリーの内容を書いとんねん。何々するエリーみたいな。いやもうやめろやと思って、その初日に何してんねんと思ってブワー出てきたわけよ。あれが一番腹立った。こいつをその動画上げたかったよな、そいつは。そいつおっさんかおばはんか知らんけど、もうやめろと、初日にそれはやめてくれよ。ほんまこいつもどついたのか思ったけど、すぐ消した。その右下にあるやん、なんかこのチャンネルは表示しないみたいなやつ、興味なしも、もう全部やったったもう腹立ったし。他にもなんか配信してる人めっちゃいたね、すごい。まあそれは期待してたんだろうね、期待というか、まあ集客率のあるコンテンツだったんだろうね。知らなかったよ俺、そんなに人気があったのに。俺の中でまことしやかに支えてただけだと思ってた。何の話しようとした君は。やっぱり怒りが蘇ってきて、ちょっと話の内容忘れちゃった。あ、そうそうそう。ほんで、それもさ、俺そんな調べてないねん。ラストオブアス2。2、3回トレーラー見ただけやねん。検索もなしてないと思うの、俺。ゲームのプロモーションとか、映画のプロモーション見るの好きやから、それしょっちゅう見んねんけど、その時も映画のプロモーション見ようと思って開いてん、ちょっと。ちょこちょこっと。もうすでに公開されたやつとかを見るのも好きなのよ。それだけで、そんな、もう、その検索というか、その俺の2、3回プロモーション見ただけの情報で、それで埋め尽くされるってことは、
多分相当な数動画が上がってたのと、相当アクセスしてたんだろうね、いろんなやつが。で YouTube のあのポンコツ AI が、あこの人一回見てるし、もういっぱい紹介しちゃえみたいな、もうアホ、ま、もうアホよ、もうその動画上げたやつもアホやし、もう YouTube もアホやねん。もうアホしか言えんかったね、ここ。何やこのサイト思って。これが腹立った話ね。はい、まあどうでもいい話は、どうでもいい話その1、今の。次どうでもいい話その2。ゲームやってどうだったか。システムはね、すごく良かったと思いますね。このゲームステルスゲーなんですよ。基本的にこう隠れて、シコシコ隠れて、敵を欺いて進んでいったり殺したりするっていうゲームなんだけど、これは前作同様ね。そうなんだけど、アクションもね、かなりね、面白いのよ。その鈍器、武器たくさんあるし、敵を殺すためのシステムもかなり充実してて、それはね、パワーアップしてた。回避っていうのも増えてて、まあ別にそんななんか格闘ゲームみたいに、バーチファイターみたいに読み合いとか駆け引きあるわけじゃないんだけど、まあ、単純なシステムだから。でもすぐね、殺しがいがあるシステムにパワーアップしてた。やっぱね、このゲームその、グラフィックが綺麗だし、なんだろう、その、リアルな描写っていうのをこだわってるから、その、設定とかもね、アニメーションチックにはしないようにしてるから、殺しがいがあるのよ。すごく。バーンみたいなエフェクトもないわけじゃないですか、アニメみたいな。殺しがいがあるゲームだから、殺しがいのある表現っていうのはすごくパワーアップしてて、これはね、良かったね。すごく俺のその、殺しがい欲が満たされたところはあった。うん、これ非常に良かった。考案もね、評価点。だからね、マイナス点もいくつかあったね。一つはね、前作はさ、こう、1年かけて、まあ、1年かどうか分かんないけど、長い期間かけてそのアメリカ中を旅したから、いろんな景色があったわけじゃん、映像に。そう、季節もそうだし、その場所そのものも非常にバラエティに富んだ場所があったんだけど、今作はそうじゃないんだよね。こう一つの場所が基本的にこうメインの活動場所になって、そこをこううろちょろする数日間っていう感じの部分がメインになってるから、非常にグラフィックはいいんだけど、まあ、景色に飽きが来るね。同じようなところでずっと戦うことになるから、ここをね、なんとかしてほしかった。四季折々を見せてほしかった。せっかくのグラフィック、見せてほしかったね。あまたもの顔、あまたもの色。これ俺に見せてほしかった。ここ残念なところ一つ。二つ目は、音楽だね。音楽今作ね、何にも思わなかった。前作はね、すごい良かったなって気がしたんだけど、やってて。何なんだろうな、今作何にも思わなかったね。なんかあんま音楽が流れたっていう印象もないわ。まあ、それだけ話に集中してたのかもしれないけど、まあ、まだ1週しかやってないから、2週目したら評価変わるかもしれないけど、もう音楽もね、特に何も思わなかったね。ここは、なんか前作のいい点で音楽も俺の中ではかなりあったから、まあ、ここはでも減点だね。大きな減点。残念。ミュージックポイント、マイナスです。残念。で最後、みんなが怒ってたシナリオ。俺はね、別にそんな怒らなかったね。てかむしろ俺は結構好きだった。うん。なんで好きなのか。非常に胸クソ悪い話です。まあ、前作も胸クソ悪い話だったけど、今作も前作を楽しんだ人を胸クソ悪くする話だったのよ。もうそれはわざとね、その、もうそういう風に作ってるから。もうディレクターがもう言ってるから。うん、なんか俺胸クソ悪くなるの好きだから、ゲームでそうキュートロンのゲームとか好きなんだよ。でなんでキュートロンのゲーム好きだって言うと、胸クソ悪くなるからね。胸クソポイントが非常に高かった。うん、それはストーリー面であるから良かったね。そのシステム面じゃなくて、すごいえぐってくる。ゴリが冒頭からえぐってきたね。えぐられた。何だったんだろうって、前作は何だったんだろうっていうぐらいえぐられて、俺は非常に良かった。あ、これ皮肉じゃないですよ、本当に面白いと思ってたんだよ、これ。だからこんなにその荒れてるのが俺正直びっくりしたのよ。え、こんなに荒れんのって。まあでもね、荒れるのも分かるよ。その受け入れられない人が多いのはすごく分かったんだけど、受け入れられないゲームじゃん、これって前作から。俺はそう思ってたから、そこをそもそも刺激させてくるゲームだから、そこ自体に拒絶反応が起こってる人がいるっていうのは、正直ちょっと驚いた。あ、え、何そのスッと入ってくるゲームをやろうとしてたのっていうのはちょっと思った。そこの部分に関して反応してる人はね。
いろいろあるんだよ。なんかポリコレがどうのこうのもあったし、まあ、確かに俺も思ったね。これいるかなと、このシーン。ポリコレ関連でね。いるかなと思ったけど、まあ、ぶっちゃけ、やっていってるとそこは別に何にも残ってなかったね、俺の中で。うん、その冒頭に、いろいろあるんだよ。まあ、なんか配慮してんのか、押し付けてんのか知らないけど、別にゲームやっていって終盤迎えた頃にはそんなことどうでもよくなってたし、そこに関してはこれ何も思わなかったですね。うん。それに、そのなんだろう。まあ、最近の海外ドラマとか映画とかでもさ、もうそこはすげえ、なんもう、なんか、暗黙のルールみたいな感じで、もうぶち込んできてるのがあるから、それでまあ、目と頭が慣れてたのはあるかもしれない、俺の場合は。結構見てるから、映画とかドラマ、海外のね。うん。まあ、麻痺してたのはあるかもしれない。そこをやっぱ新鮮に感じる人は目についちゃうかもしれないよね。そういう部分はね、頭でも適当に処理してカットしていけばいいのよ。シナリオはね、ほんで、まあ、俺なんかさ、もう前歯の構えよ、前歯の構えでいるわけ。作品やるときは。もう来るもの来いという。オロチドッポの前歯の構えね。もう来るもの来いよと。もう鉄壁でいるから、もう多少のそのなんだろうね、その裏切りとか、背後からどつかれてくる分には何も思わないね。むしろ楽しんじゃうタイプなの。と多分、デトロイトスタイルで構えていってた人は、もう顎にジャブ入ってたね。完全に入ってた。前作があれだけこうまあ有名で評価されていいものっていう、そのなんていうんだろう、個人がどう思うかじゃないじゃん。もうゲームとか作品の評価なんか今周りがどう言ってるかが大事だから、周りがいいって言ってたらいいって思うだろうし、な周りがこれクソゲーだなって言ってたらもうクソゲーになるんだよ。少なくともネットで発言してる人の大半の意識は俺はそうだと思ってる。だそういう人にとっては、もう相当多分裏切りになってるだろうな。怒ってると思う。まあ、そういう人頭の中で描いてるわけよ。俺の考えるラストバス2はこうだ。これがこうなって、この二人はこうなって、こうなってほしいな。こういうのが見たいな。だそういうのはちゃんと裏切ってきてるから、裏切られた人は怒ってると思う。俺の考えるラストバス2っていうタイプの人は、もう見事に裏切られて、多分怒っちゃってるんだろうなっていう、そういう印象ですね。あと、なんか、シナリオの中で、なんていうの、こう、いる、あらがあるみたいな。いや、これちょっとおかしくないとか、ここ整合性取れてなくないみたいな。そこで怒ってる人もいたけど、ゲームって基本俺そういうもんだと思ってるから、そう、つつこうと思えばどこでもつつけるんだよ。だってゲームなんだもん。現実じゃないもん。うん、そう、おかしいんだよ。何かしらおかしいし。ここにいる人間だっても大概おかしいやつばっかりだから、おかしいんだよ。だからそこはね、だから、一番の疑問じゃないと思うんだよね、そこをつついてる人も。まず最初に俺が描いているラスアス2と違うってところでもう嫌いになったんだよ。で嫌いになったからそういうところは目につくようになったんだと思う。人間と一緒よ。嫌いな人のさ、嫌なとこって目につくじゃん。他の人を気にならないとこでも。あいつここでこういう動きすんのとか、もうそのどうでもいいことでも腹立ったりするじゃん。まあその状態になってんだろうなと。別に俺シナリオの穴とか別になんかあんま思わなかったね。そんなもんだろぐらいでやってるから。うん。そんな感じかな。で、あとその時期もあると思う。前作をどのタイミングでやったか。今作が出るって決まって、あ、前作すごい有名なんだ、やろうと思って、前作やって、地続きで2をやった人はちょっと受け入れがたいと思うね。ギャップがあるから。そもそも1作目2013年出てるわけよ、7年前よ。で俺もまあそれぐらい、まあ発売してすぐじゃなかったけど、もう5、6年は経ってるから、最初にやってからね。でその時多分続編考えてなかったと思うし、俺も別に綺麗にパッと終わったと思ってたから、なんだろう、その気持ち切り替えていけるわけよ、2に。1は1で終わったねと。次は2だねっていう気持ちでやってるから、そこも別にそんななんか腹立たなかったと思うんだよ。地続きでやってる人はしんどいと思うね。それを思った。こんなもんかな。まあ、荒れるってでもいいことだよね。それだけやっぱり話題が集中してるってことは、荒れたくても荒れないゲームがほとんどだからね。うん、いいんじゃない。僕はなんかち
っとしたね、こんだけ盛り上がってるのが。ああ、なんかやっぱそれだけこう注目されるゲームだったんだなって。で、あと一つ、そう、あと一つ、なんかもうディレクターとか脚本家がしたいことをやってるオナニーみたいになってるみたいなのあったのよ。そんなことするなこのゲームにみたいな。これに関してはね、俺もちょっと思うことはあって、別にいいんじゃないって。ゲームってそういうもんじゃないの。ゲーム、映画、小説、もう元をたどればオナニーだと思ってるから、だからそれに関してはいやどうなのっていうふうに思うけどね。全部オナニーだよ。やりたいことを伝えたいことをものにただ置き換えて都合よく喋らしたり出来事を起こしたりするっていうのがそもそも創作物の始まりだと思ってるんで、なんかそこに関しては、俺は共感できなかったですね。まあだからそれも結局俺の思い描くシナリオと違ったっていうのが多分根本にあると思うから。あと一個ね、あと一個、その荒れてるけどさ、ネット上でコメントするやつってさ、全体のユーザーの数パーセントじゃん。数パーセントの中で、まあ、それがこう代表のように見えちゃってるけど、コメントしてない人はどう思ってるのかすごく気になるよね。何でもそうじゃん。Twitter とか YouTube のコメント欄とかでも、大多数はコメントなんかしないわけよ。高評価のボタンも低評価のボタンも押さないし、そのリツイートとかもしないし、もう何もしないのよ。大多数は。だからそれが一般なの。で、行動を起こしてるやつってのは、その一般から逸れた人間なんだね。確実にその少数派なわけじゃん。で、少数派同士で言い争ってる絵が、ネット上では表に出てるわけだから、多数派がどう思ってるのか、すごく知りたい。それを知る術はないんだけど、なんかそこは興味持ちましたね。やっぱり僕もその楽しみにしてたゲームだったんで、その辺はどう思ってんだろうと。まあ多分何も思ってないんじゃないかなと思う。所詮ゲームだろって。俺ら日常忙しいからそんなゲームにうつつ抜かしてらんねよみたいな人が多分コメントしないと思うんで、まあでもちょっと聞きたいよね、その辺は。普通にフラッとやった友達とかいたらどうだったってちょっと聞きたいよ。あんま表に上がってる意見は、そういうちょっと少数な既得なやつがそうやって喋るから、まあ過激になっちゃうよねと、そういう話です。あ、僕は面白かったです。また2週目やってトロフィーコンプをしようかなと思います。ボリュームがすげえあるのよこれ。24時間だったね、プレイ時間が。途中うんこ行ってた時間あるから、実際何時間か分かんねえけど、みんなどれぐらいなんだろう。20時間ぐらいクリアするのかな。俺かなりゆっくりやったから、探索とか、まあ、面白かったですね。俺は良かったと思います。買って本当にえぐられました。はい、まあ、えぐられたい人はぜひやってみたらいいと思います。で、さようなら。バイバイ。